人生初の B リーグ観戦に行ってきた。東西線直通東洋高速鉄道で船橋日大駅へ。念願の千葉ジェッツ船橋対レバンガ北海道戦。船橋アリーナは駅から徒歩8分でアクセス抜群。到着するといくつかのキッチンカーが。今回はこちらのオムライスをボリューム満点で美味しかった。電子マネー使えるし屋根付きテーブルもあるから便利。アリーナに入ると壁一面に選手がいたり、等身大パネルや展示物があった。もちろん室内でもご飯買えるよ。座席は肘掛けありでふかふかゆったり。そして可愛いジャンボくん登場。イッツチアのダンスや音と光の演出、そしてチアの素敵なパフォーマンスに感動。ハーフタイムには BMX も見れた。試合は89対82と最後までハラハラドキドキ。また見に行きます。ロングバージョン更新中。